人質はちなみにいるからな。はい、いるな。話せ。バタンね。ロケットランチャーは飾りってことか。しょうもねえな。強盗罪にて現行犯処刑する。意外さん、ナーフィと二人で行くか。うん。じゃあ俺とナーフィで行ってくるわ。まあ、優雅に待っておきますか。うん、来た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 。よく来たな。よく来たね。すいません。こんにちは。こんにちは。見た目いかついな。ロケットなんて持ってきたのか。お互い様だぜ。すいません、この不審者はちょっと置いといて。人質はちなみにいるからな。はい、いるな。話せ。無理だ。まあ、先に何が目的だよ。要求いいか。まあ、車そうだな。だっ禁止3分でどうだ。飲めるか。飲めない。飲めないか。そうか。もうちょっと緩めで頼む。そうだな。いや飲める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 らしい。坪浦、それちなみにそのブッダ使うのか。これはまあこれは脅しの道具だ。そうか。まあさすがにな、それを使うかどうかだけちょっと聞きたくてな。お、特殊刑事課は空気を読む部署だからな。なるほどな。ちょっと使えたら絶対使わないぜ。絶対使わない。絶対使わないぜ。お疲れ様です。絶対。それ犯人の一味か。そうだ。それ以外に何に見えます？確かにそう言われると。じゃあ僕通りすがりの人間なんで帰りますね。はい、お疲れでーす。声がすでにもう犯人だもんな。あ、パーベツ来たね。生まれてこの方この声でいじめられ、お前何人だろうって。パーベツ、ちょっとまずいスイッチ押しちゃいました。これ2台で逃げんのか、ちなみにこれ。そうだ。ダメだったら1台でもいいぞ。予定だけど。どっち？どうします。どうだ。決めろ。でももう一つ車来たよ。もう2台来たやん。4台か。ちょっと時間をかけすぎたな。はい。いや時間をかけたっていうかまあ相手してたらこっちなんだけど。暇だな。おまわりさんも4人も来てこんな強盗に。じゃあ頑張って逃げろよ。おう。そっちが準備良かったらいつも始めるけどいいか？三分か。じゃあ行くよ。じゃあ始めるぞ。ドレスさんなんすか？じゃあ行くからな。止まりませんよ。これが怖いね。あんまりこれを使わせないようにしてくれよ。ケース大丈夫なのか。これ山側逃げろ。うん、こっちも来てるわ。なんか普通の道路で次、あ、無理かも。こっち3台来てるわ。もう多分こっちほぼ来てる。やばい。ああ、頑張って開くわ。やばいやばい。こっち黒いマジでやばい。あ、よいしょ。おー、車もこれ3分経ったのか。なんかアタックされたぞ。
っと待ってくれ、やばいかも。さあ1分ここで待とっかな。おい出てこいよ。待ってくれてめえ、おらぶちのめされたくなければよ。待たんかい。おら毒死刑事が積もるだぞ。俺はあれあれ積もら、あ、ごめん、やばい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 。あっち、うん、殴んな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 、ダメっすか。うわぁこっち来すぎだろお前。悪いな、人数配分苦手なんだ。おー、多すぎだろ。ツボラ君、じゃあたまには切符とかやろ。ツボラだけには切らせないでくれ、頼むよ、マジで。こいつに切らなきゃ嫌だ。残念だったな。おめえ俺のお小遣いだぜ。いやいいね。はい、ツボラ君もナイスじゃない。ナイス。バット当てちゃった、もしかして。バット、いや、当てるわけないじゃないですか、まあ、そんな。後ろのロケットランチャーは飾りってことか。しょうもねえな。あ、もちろん。よし、ちょっとその辺で下ろしてもらっていいですか、先輩。飾りか。大したことねえな、つぶらも。ああ、よく言ったな、おめえな。飾りじゃねえってことを教えてやろうか、今からよ。やってみろよ。おやんのか、やってみろよ。おい、来いよ。やれるもんならやってみろ、おい。できんのか、ひよってんじゃねえのか。おい、やれんのか、お前。ちなみに、お前使って怒られないのか、大丈夫なのか。貴様、名前は何だ。ジョーカー。ちょっとちっちゃい。ジョーカーだ。ジョーカー。じゃ、ジョーカー、今から、何の罪がいい。何の罪しよっかな。強盗罪。強盗罪か。そうだ。強盗罪にて、現行犯処刑する。さよなら。うわぁ熟成完了。うわぁ、誰助けてくれ。大丈夫か。そんな、そんな、助けてくれ。待てよ、任せろ。助けてくれ。お前がやっても人間だから。お前がやったんだろ、ふざけるな、本当に。救いました、救いました。お前、警察署まで急いでください。お前いくらか知ってんのか。見られる。2000万円です。おい、ふざけんな。俺に2000万の価値があったってことか、つぶら。あるぜ。こう、俺たちみたいなのが集まったのが特殊刑事課です。覚えておいてください。二度と絡みたくないな。まだ二人しかいないけどね。キャプとレアキャラだから。つぼ裏だけか、特殊は。そうよ、そうだそうだ。廃止した方がいいと思うぞ。つぼらくん、プレイヤー殺人罪。冗談じゃないっすか。ラガオ、こいつもプリズンに送れ。つぼらくん、一旦キャップ待つかじゃね。あ、取れてないんだ。スボーラー、お前やってはいけないことをやってしまった。罪を償え、ちゃんと。お前何言ってんすか。特殊刑事課だぜ。特殊刑事課はやってはいけないことをやるための課だぜ。じゃあそれキャップの前で言ってみろ、お前。確かにキャップだな。キャップの前でお前言ってみろ、それを。まあそうか、キャップが責任取ってくれるから、全部。キャップ呼んでみよ、お前。うん。あ、こんにちは。キャップすいません。どうした、何があった。手錠をかけられてる状態で一方的にこのツボールやったやつにロケラン撃たれたんだが、どう思う。こいつは犯罪者か。もちろんです。そうか、君は名前なんて言うんだ、はい、ジョーカーだ。君あれじゃないか、本編で撃ってたぞ、君もロケットランチャー。確かにそうだったな。本編であれだぞ、覚えてるぞ、あれだぞ。ダークナイトって本編でな、なんだっけ、あいつトゥーベースのやつ、あいつを守ってたぞ、お前それで言えのか。お前しかもあれだぞ、あいつはあの強いのかな。ジョーカー、あいつジョーカー撃ってたぞ。お前間違えたな、それでいいの。キャップがいた方がめんどくさくなるぜ。キャップ基本的にツボールはさっき言ってたが、全部支払いはキャップだから別にいくら撃ってもいいって言ってたぞ。その辺どうなんだ。いやいや、話そらすなよ、お前撃ったじゃないか。それについてはどうなんだ。それはお前ハービーデント検事に撃ったろ、覚えてるぞ。お前のせいであいつ闇落ちしたぞ。ちょっとお前、俺それはちょっと反則だろ、お前。ダメだぞ、お前それは。より面倒、お前ボッサムで暴れてるだろ。いいか、我々はな、この青いラダオ君いるだろ、後ろの。ああ、君が多分相手にした方がいいな、こういう正当な警察だ。我々の上の名簿見ろ。特殊刑事課って書いてるな。ああ、一応謝っとく、ごめんなさい。謝るんかい。ああ、それは申し訳ない。いいか、私の監督不行き届きだ。ジョーカーもロケラン欲しがってたんですよ。あ、そういうことか。ただで撃つわけないじゃないですか。まあまあまあ、欲しがりさんか。銀行強盗ではツボツボ、もうこれから撃っちゃダメだ。はい、わかりました。うん、相手が撃っていいって時には撃っていいぞ。まあでも、
まあ、今回はそのパターンだったとは思うんですけどね。あ、そうなんだ。じゃあいいじゃないか。まあ、言ってましたね。まあ、今回は正直言うとどういうことだ。まあ、煽った。そうだ。あ、じゃあお前、煽ったぞ。あ、じゃあお前が悪いじゃん。じゃあ俺ら悪くないじゃん。じゃあいいや。お前気をつけろよ、本当に。次は。はい、気をつけます。見たぞ。フリーズさんちょっとあれだ、かわいそうだからいいや。まあ、そうですね。さすがに一発ぶち壊れてるからな。はい、まあ、ここもあるし、プリズみたいなもんなんで。ああこの空間がお前すごいな、自分が悪いのによく淡々と言えるな。じゃあな、ジョーカーな。じゃあな、ジョーカー、またな。ごめんな、なんかな。おつぼーら、お前悪かった。せめてお前レギュラーまで送れ、お前。ああ、もちろん俺のパトカーで行くわ。お行きましょう。ああ、おつぼ100点だ、特殊刑事課としてはな。そりゃよし、運転も100点だ。ああ、こうだろ。俺見てくれ、このドリフト。ああよし、ここでいいか。よし、降りなさい。短時間で壊れすぎる。お前は一回峠行って練習してこい、車の運転まず。よし、降りよう。よし、じゃあな、ジョーカー。またな。気をつけろよ、負けらんは次。おう、俺に来れてうちのつぼつぼに逆らうなよ。また会おう。煽るなよ。